はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。まもなく陽子ですね。まだ日が照ってましてですね、ぬくぬくとしてます。この日は18度、ちょっと下がりましたね。中濁は7度でございまして、ドル円はですね133、この辺をうにゃうにゃですね。ドルウォンはここも1283、このあたりをうにゃうにゃしてますね。この後ウォンは動きそうな感じがします。まあどっちに行くか分かりませんけどね、やっぱり弱いんちゃうんかなという気がしますね。さて、ニューズウィークでございまして、ニューズウィークでございまして、これは昨日14日19時35分に出た記事ですね。ロシア軍また大敗戦、精鋭部隊を含む1個旅団5000人を失うという。英語タイトルはですね、ロシアローセス、ルーセスっていうべきかな、ルーセス、5000 soldiers as elite brigadeto suffers high death 読めへん death って死んだって意味？そうですね。suffers って何やろ、苦しむ、経験する、ウクライナっていう。あんな好きなさん、まあほぼあれですね、日本語のが直訳してますね。ちょっとだけ読みますとですね、1月末にロシア軍がまた大規模敗戦を喫したようだ。死者の中にはロシアの精鋭部隊第155海軍歩兵部隊の兵士が多く含まれていたという。クレムリンの愛国主義勢力はますますロシア軍への信用を失ったと専門家は見るというリードでございました。ウクライナ軍は1月末5000人以上の兵士からなるロシア軍の一個旅団をほぼ壊滅させたとウクライナ軍の報道官が明らかにした。ウクライナ東部ドネツク州ブフレダールにあるウクライナ側拠点を攻めようとしたロシア軍部隊をウクライナ軍が殺傷もしくは捕虜にしたという。ウクライナ軍ダブリスキー管区の合同プレスセンター長を長く務めるオレクシドミトラ、ドミトラシスキフスキー読めへんやんドミトラシキフスキーによれば、ロシアが1月末に攻めてきた際にウクライナ軍が反撃し、旅団の指揮官を含む数千人のロシア軍兵士を死に追いやったという。またロシア軍はウクライナの攻撃によって36両の戦車を含む130の軍装品を失ったとドミトラシキフスキーは主張する。まあいいか、続きます。なんかね、ロシア軍がね攻勢に出てるというのは最近よく聞きますよね。で、ワグネルは一部集落を奪還したとか、奪還というか、まあ、奪い取ったというふうな発表をしていました。でちょっとウク側が苦戦してるのかなというふうな感じもしましたけど、ここに来てですね、えらい負けてるんちゃうかと、ロシアの方がね、という感じになってきました。まあまあその方が望ましいっちゃ望ましいんですけど、侵略側ですからね。で、どうもロシア側に焦りが見えると。なぜかというとですね、西側がですね、その本格的にですね、このすごい武器をですね、ウクライナ側に提供していると。まあレオパルドとかそうですね、エイブラムやったかな、ややこしいな、もうあの辺の名前は。エイブラムとかですね、イギリスがチャレンジャーという戦車を提供していると。で最近なんかね F-16 を提供するんちゃうかという話が出てますよね。つまり今まではね、あのハイマースとかね、シャベリンとかですね、どっちかというと、まあ、小技兵器ですね、小技というか、まあ、支援兵器ですけども、本格的にですね、こう主力兵器をですね提供し始めていると
いう事実があって、それがですね戦場に登場するのは早くてですね初夏夏頃ではないかと僕は思うんですけど、そうなってくるともう勝ち目ないやんというふうに考えたロシア軍がですね、今のうちやで行くでみたいにしてですね、こう攻めかかっているという可能性があるわけですね。でもですね、いつも申し上げている通り、ああいうものっていうのはね、攻める方が難しいんですよ。守る方がたやすいんですよ。だって守る方が回ってて、起きよったって、って言ったらいいだけでしょ。簡単に言えばね、簡単に言えば。で、陣地の中に入ってられるわけでしょ、守る方は。攻める方は、自分の体やなり、ものをさらしてですね、ぐり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 っと前に行かなきゃいけないわけでしょ。その難易度たるやですね、歴然ですよね。特に近代戦ではそうなんですよ。で、ウクライナ軍は守り上手ですね。今までだってどっちかとずっと守勢でしたからね、なんで得意の防衛戦 ですね、かなりの戦果を上げたということが言えるかもわかりませんね。で、まあ私が一番期待しているのはね、まあこういう小さな戦いで、小さなって、まあ申し訳ないですけど、戦闘で勝利するよりもですね、戦闘は勝利した結果ですね、ロシア軍のですね、敗勢、負ける勢いですね、はい、敗勢がはっきりしてですね、その、プーチンがどん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 追い込まれていってですね、政変が起こるというのを期待したいわけですね。政変が起こって要は簡単にはプーチンがプッチンされてほしいわけですよ。そうなればですね、もうはっきり終わりそうでしょ。プーチンがプッチンされてね、ワグネルの大将みたいな、プリゴジンみたいなやつがですね、ロシアを牛耳ったら話は別ですけど、そんな簡単ではないと思うんですよ。分裂をして混乱してということになると思うんですね。でそうなったらそんなんね、ウクライナなんかにかもてる暇ないやんということですね、ほら引き上げやって引き上げて自動的に停戦になると、そういうシナリオが一番望ましいなと。もう引き上げとか引き上げるんやって、引き上げてしまって、もしかしたらだからクリミアからも引き上げるかもわかりませんね。パニックって、クリミアとね、ロシア本土をつなぐ補給線が断たれた場合、もうクリミアっていうのはもう存続してないんですよ。ロシア領としてはね。なんで、クリミアからロシア人に、ロシア兵たちが引き上げるっていうこともあり得るわけです。そうなればですね、2014年のウクライナ領が回復されるという可能性もあります。それはまあ望ましいじゃ望ましいですね。で、そうなるためにはですね、あかんやんこんなことやってたらというふうな、やってる場合ちゃうでと、ウクライナからかもてる場合ちゃうでと、俺らの権力闘争やみたいなですね、そういうロシア国内がですね、こう混乱してですね、無政府状態になるといった方がですね、解決は早いんちゃうかなと。ただそこで一番の懸念はね、ロシア国内が乱れるというの一番の懸念、はですね、N の管理。別にね、ロシア国内がどんだけ乱れてもらおうがね、どうなるかまいよ、あいつら同士がですね、戦おうが、なんか全然関係ないですけど、要は N の管理ですよ。N をですね、どう言いますかね、悪い奴らが持ってったりする。例えば北朝鮮の勢力が、どさくさに紛れて、ちょっとちょうだいとかって持ってったりするとですね、めんどくさいことになるわけですよ。だから N の管理、北朝鮮とかね、イランとかね、あるいはパレスチナゲリラとかですね、持ってたりするとめんどくさいようになるわけですね。だからそこだけきっちりやってもらえばね、あとは勝手にどうぞやってくださいっていう感じなんですけど、そこで一番神経を尖らせるのはアメリカ軍なんですね。アメリカですね、アメリカという国家が、だから N の管理を最優先に介入してくるんちゃうかなという気はしますけどね。とにかくですね、これ、なんて言いますかね、このウクライナの情勢はロシア側にはですね、全くあれはないんですよ。大義名分というか、正しさというものが。ロシアは一方的に悪いと私は思います。ほぼ一方的に悪いわけですから、とっとと終わってもらってですね、こう引き上げていただくのが一番であって、それの土壌作りにはですね、もう勝てへんと。いうふうなですね、まあ現実を見せるのが一番あって、このですね、ニュースなんかは非常に歓迎すべきニュースですね。5000人やられたと
いうことですから、でこの後ですね、ウクライナには続々とですね西側最新兵器が出てくるわけだって、まあ私としてはですねレオパルドとかですねチャレンジャーとかエイブラムっていう戦車がですね、ロシアのですね T90 なんか知りませんけど、あの辺のボコボコにやっつける場面っていうのをですねぜひ見せてほしいなと思いますけど、まあそんな言うのもちょっと不謹慎かもしれませんね。まあこれぐらいにしておきましょう。とりあえずロシアが負けているっていうのはですね、我々にとってはですね好ましい、ニュースではないかなと思います。このニューズウィークのですね1ページも一応貼ってみますね、一応ね。でもしかしたらですね取るかも分かりませんけども、はい、皆さんどうもありがとうございました。